Mm-hmm. はい、8月10日木曜日17時になりました。木曜日人チャンプのお時間でございます。よろしくお願いします。お相手はすいませんでしたともと。キャップズ荒川真也太。はい、激ダオでから秋山ひとみです。よろしくお願いします。本当だ。まあ本当あまあでも二人がワークキャップになる。そうです。なんですかワークキャップじゃない。僕はベースボールキャップですね。え、あるようなワ。ここが四角いのがワークキャップ。はい、これワ。ークええ、俺のワ。ーク バックキャップだから2人は同じ種類の。四角かもない四角というか四角と、なんかその機能は丸いじゃないですかこれベースボールキャップまあ、あのーャナップバックのまあまあまあチームのロゴが入ってるかどうかってことか形全然違う形。ゃんえぇすごいこれよくブーブーが被ってるやつ僕の二つ持ってますうでも一個はもうだめこれ似合わないのこのベースボールキャップあ、俺も似合わない、こういうの いや、そうでもないよそうでもないですよちっちゃね。頭ちっちゃとも頭でか僕、頭でかいじ超、超ブカブカ足もでかいよショウさんにやますシアさん、ぜひシアさん…シアさん、あんま被ってるイメージなんか少年感は出る少年感は出ますねなんか、おじさんみたいなわっぱ夏休み感するダメ俺全然いんやんで野球の監督みたい あ、俺言いますけどあれですよ。あのあ言って、まあ自慢していいですか。僕ね、あの沖縄県体育協会のね、聞いてる？ちょっと。沖縄県体育協会のあのスポーツのリーダーなんですよ僕。あ、それ剣道？剣道。え、なう。まあ今もその資格を持ってますよ。え。何ができるんですか。監督。なんの？そういう資格。野球の。高校生の？小学生。 へぇー,へーそういうのをやってたから昔じ僕小学校野球やってたから下手したらしなさんが監督だったかもしれないそうだよだったかもだからさあなたさあれとか言ったことある研修、リーダー研修とか玉城省善の家とかさ省善、省善自の家ね <laughs> だいぶ略しましたどういう感じ、どういう感じかこれ省善自然の家だいったことある <laughs> ああいうの一応ありますよああいうのにリーダーとかいたでしょはいああいうのに俺たちたなんか昔オゼでやったみたいなこと言ってませんでした ででで、ま、ではは合宿でねあ,<ー>あれはメンバーすの僕監督ですよへ<ー>ま別にだからキャップがうんぬんってったらどうでもいいの話も、ね、<laughs> ありましね <laughs> っぽいなと思ったっていう。 はい、劇の活動ですね、えー。あれなんですよ、高校生っていうかね, <laughs> ね、えー。終わりまして、無事公演が終わりました。公演が終わりました。本当にあのーはい、ご来場いただいて皆様ありがとうございました。はい、ありがとうございました。であの余談なんですけども、まああの中で、うん、漫才コンビ、勝利の女神という漫才コンビを組んで、はい、まあ自分らでネタを書いて舞台で漫才やったんですけども、うん、あのー、今度沖縄高校お笑い総体。うん 沖縄, <laughs> 沖縄お笑い高校総会のほうにえこの勝利の女神で出場するということです出場するというのはもうじゃあの8組ぐらい9組ぐらいの決勝というかそう決勝のメンバーに残ったので8月18日の金曜日 16, 16, 16時開演だったかなにパレット市民劇場ではいあのこの劇中でやったネタとは違うネタをやるということではいえやりますのでぜひ皆さん応援の方よろしくお願いいたします。 応援に、お、ああ<れ>応援にっていうか、あれですよね。駆けつけますので。何、音響。あの、スポンサーさん。そう、さん <laughs> 求人誌ルーキーさんが。はい。あのー、あのー、スポンサーさんがね、ご協んが。はい。ルーキーさんなので。はい、え,ててえ、それでどうう、その気も。あのー、いや、あのー、チームルーキーで。ええー。一、まあ、人いないんですけどね。<laughs> から髪どうすんだろうって思ってでも,もうしゃあないってなったらしくてでもさ何このさルーキーさんに決まってさこんなにさいろんなタイアップっていうかさいろんなのでいろんなまったところいけるってめっちゃいいね,ねいやありがたいことにねあのー、ラジカルさんのそのルーキーのともともと親会社というかそのラジカル沖縄さんがこのマイルドヤンキーの CM シリーズをすごい気に入ってるらしくて、はい、だから前なんかあのー 1> 第1弾のやつでその去年の CM 大賞みたいな CM グラン沖縄広告賞のグランプリ取ってそれの祝賀会をしようってなって<う>ずっとやってなかったのでそのラジカルの方とか制作陣とかとあと僕ら出演者 で、その祝賀会やった時も、ラジカルさんが一番第三弾はいつにしようかみたいな。えー、どうしようかみたいなことをなんか、ウキウキ言いながら。い,い,っすね、いや、もう、ね、僕からしたらね、早く第三弾作ってほしい。<laughs> 次の。うん。そして、もう、僕もどうにかね、割り込みたい。あれ。もう、最近は、あれですもんね。<laughs> あのー、いっぱい流れてますもんね。第二弾も。いっぱい、なんか、俺、ちょうし、うどんちゃんの一回しか見ないんでだよ。いんない。うどんさんのしか見ない。ですよえ、俺、友樹のとうどんちゃんのが多い。<laughs> <ん>あ、とう、ひでさんか。 あさっきは山秀哉さんのえあ先生あの白バイ誰ですか白バイじゃない白バイじゃなくて就職リストラされたあのリストラ見たことないあ白バイの方はあれですよ差し木の賞味期限という劇団の田本さんだっけねあの面識がないなかっただから第三弾さん今ここでさちょっとなんかアイデア出してさ俺らもどうにか <laughs> これはヤンキーに絡まれるってて違うなやっぱ仕事絡みだもんなそうですね、うん、ってことはもう第三弾はやっぱり仕事中とかだよないや,、ね、いやでもあのヤンキーはやっぱ崩せないんじゃないですか公園でだらだらしてるやつは崩さずにってこと<ー>そうかわかんないですけどねだからまあそうやりたいなって話はまあ出てて。 じゃあ企画は出しとくんで、うん、あの髪の毛待ちだねってすごい言われて <laughs> あすぐ伸ばしますってっていやすぐは無理だけどねみたいなのでなわーってなったんですけど、まあ、だありがたいことにこういういイベントとか,か前映画祭の時はレッドカーペットとあとなんか、えー、ライカムかイオンライカムでの。 ライオンでのうんライオンでのどした <laughs> さこういうさ芝居何芝居っていうか CM 期末さうん、うん、こんなにもいろんなタイプがあるってめっちゃいいよね、うん、そ,そうですねありがたい今までにあんまりないので、うん、そうだよねだって CM でこんなにチームで動いてるってないんじゃないいろんなのだってまた今いろんな企画とか出てたやつをミーティング中というか、えー、毎回合同で集まってミーティングして もしかしたら、もしかしてお前ら、あれじゃないか、来年の成人式もさ、あれの成人式を収めるために、あなたたちが行ってさ、なんかやることあるかもしれないよね。呼ばれるんすかその人たちと交じって。ただ、その日のヘアメイクは、その当日、成人式やる人たちと、混ざって分かんないじゃないどこどこみたいな。デテージマッツハウスだよな大変だな。いいですね、第3弾、楽しみにしまあののさっきとね次オリジしょう。 二人が、もうもう来てたから二人とも来てたはい一人、ガリは見つけたけどそうそうガリガリガリは通ったのを見てねあの、今日発表があったんですけどはいあの、お笑いバイアスロン2017の記者会見が、ファイナリスト記者会見が今日あってそこであの敗者復活も三組決まった。はい発表があって僕は一応寝てたんですけどえこれってもう行っていいやつあ、もうもうもう発表されましたあ、知りたいホームページで あのユーストでその記者会見の模様も全部生配信してたのでで3組決まって、まあ、オリジンからは2組、えー、すとこどっこいとピロンピロン下と<ー>でもう1組が FEC さんの、えー、クーターシあのー、大会、えー、推薦枠とファイナリスト推薦枠とあと一般投票のやつがあって一般投票のやつで上がったのがピロンピロンああそうなんだ僕が最初に「すいませんでした」って言ったのは僕通らなかったので。 一応僕にも投票したよっていう方がいらっしゃって電話でだったんですよ、今回。1回電話したら50円、通話料かかるっていうそ、うそ50円を僕にその入れてくれた人たちに向けてのすいませんでしたツイキャスの方でも、馬の二蔵さんいらっしゃってますね。こんばんばはあ頭がいると えっと、内さん、内さんもお頭いるやんかと、で、ともき君残念やったね。そうですね、まあ、ましゃあないですね、これは。はい、ゾ像さん、みんなキャップに合ってると思うよと。ありがとうございます。水にさした花さん、ダーティ選ばれると思ってたということで。ね、まあ、でも。そこは、あるじゃないですか。ちゃんと、ネタを見ての、大会のやつとか。ファイナリストのとか。まあ、これからの、あの、気になる人とか。そういうので選ばれて、で、一般投票はもう本当に。 投票数なんで、うん、だ投票数まあだから前回銀メダルっていうのもあってやっぱピロンピロンの人気もあったんでしょうね、うん、でピロンピロンが取ってようやく今回の大会の唯一のピン芸人ですよあそっかそうだ、ね、いない<あ>あって言たもんねで大会推薦枠が、えー、FEC のクーター進化あのーえーなんだっけかな、かな、えかな、みなと山城みなとくみなとーか もう一人はの後輩かな大学の同級生とかだったかだ若いいもともとの「ニライカナイ」っていうコンビやってたそれ解散した後にがまた新しくんだコンビあのクーター進化」は内地全国で放送された NHK のネタ番組小木原さんが MC やってるやつとかにもんか。 出たりとか、なんかまあオーディションがあったんですけど、まあ地域地域でまあなんかローカル芸人みたいな感じでも沖縄で一組あのまあいろんなところの事務所でオーディションをけやってでそこでクーター進化さんがそうの番組に行ってっていうの、まあちなみにそのオーディション僕も受けてたんですけど、僕もというか僕らも受けてたんですよ。こ立でね。はい。グマナー二蔵さんからファイナリスト推薦のすっとこどっこい六六票ってすごいんじゃないと。八組いるうちの六。 評価これ組なのかなな一人一人なののかななんか一一人人組じゃないですかねそのまあだから組で誰かなってなって一組えそしたらさこれはもうガチでやってる証拠でねだって普通だったら自分の後輩の事務所とかさ、はい、でやるところじゃなく他の事務所の方とか。 そうですね。多分入ってるんです。みんながちっ,っとこどこいじゃん。そうだからファイナリスト推薦枠が一番嬉しいというか個人的に。<えー S 1> 去年僕らがそうだったんですよ。まあ芸人から選ばれてるからね。ファイナリストに決まったあの八組がこの発表の時にこの大会側の人がわざわざ来てこの発表するっていうのあるじゃないですか。ロケやるっていう先週先先先週ぐらいか話したそのマネージャーは知ってる。で招待状みたいなのを渡す。あの時に聞かれてるらしいんですよ。この 準決勝のに残ってたメンバーでほかに気になる芸人とかこいつ来たら怖いなとかなんか気になる組いますがっていうので決まってるらしくてそのうちのだから8組中の6組6票がすっとこどこに入ってさっき来てたショ賞が、えー、今回初だよね多分そうですね初だねの初バイアスロンなので含めておわんもなかったっけおわもまだないと思います、ね、あじゃあもう賞ーレース自体初めてじゃないかな もしかしたらメディアに出るのが初めてみたいな感じまあメディアはちょっとまあだから今回敗者復活自体は、まあ、あのまだ放映がされないので会場中のこのお客さんに投票していただく形になるので多分去年と一緒だったら多分12時会場とかになると思うのでなるべくね早く来ていただいてまあちゃんと三組のネタ見て投票していただけたらなと思いますので嬉しですねはいよろしくお願いしますで大会推薦枠は空担進化だからね大会推薦枠はそれはそれで 審査員がこの決勝に挙げれなかったけどこの子たちをちょっと見たいなっていう人を1組選ぶんだよ大会側がそれはそれでうらやましいですしファイナリストがでも一番嬉しいな去年めっちゃ嬉しかったんでマジっすかっていうなんかすみませんっていうありがとうございますっていうそう思っていただいてというかその時聞いた話ではね <laughs> シアさん、マイクに鼻息デイジ入って。<laughs> <laughs> マイクに鼻息がいっぱい入ってますよマイクにいやだから単純にまあピロピロンはあの前回の銀メダルでもあるしまあそうだよねまあそのだからバイアス論また頑張ってよっていうのもあるだろうし単純なファンとかもあるだろうしで一般視聴者投票で選ばれてるのでそれはそれであれなんですけど初めてのねやっぱすっとこがなんか頑張ってほしいなすごいね個人的にはめっちゃ思いましたねどうなるかだよねアリゾさんからもすっとこに上がってほしいなと今回のコントがね 多分、多分あのネタやったんだろうなっていうやつ。まあ、この後のね、オリジャンはでも、話があるかなと思いますので。はい。ぜひぜひ応援よろしくお願いいたし、ます。ちなみにさ、登竜門ってありましたよね、昔。ありましたね。一回だけでもやって、多分、その、まあ、うん、その後はやってないかな。特番的な。特番的ななんだね。はレースとして。ありましたね。あ、そうなんだ。 すごいねこのネタ番組というかね沖縄のこの賞レースね高校生もさな高校総体とかもあってさ高校総体もだってテレビでそうだよねオンエアありますからねあれは生放送じゃない収録は入るので収録でテレビ放送があるのですごいねなんか H2 をやってる時にずっと密着で来てたのよはいはいあのはいはさんいはいういは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 いいはいはいはい 小屋入りしてから投資とか本番とかも全部撮ってくれて<ー>あの戸部琉球超人もあの来て,て,、ね、来てあの市民劇のメンバーにちょっと協力してもらって PR 映像じゃないけど撮ったりとかして普段あの同じ学校とかだったらこの学校生活撮ったりするらしいんだけどうん、うん、学校が別々なんで,で、まあ、共通点がこの劇団一通をっていうところなんで、うんまあ普段はこうやって劇団の活動してるけれども、うん、っていうところの映像を撮ってくれたんですけど。あその 組紹みたいなこともそう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 もしカットされてなかったら僕も一応演出から見てこの2人どうですかこのディレクターさんがさ「代表の方に挨拶聞いてもいいですか?」って言うから「いや聞かない方がいいんじゃないですかね」って言うからそう長田さんからしたら「お時間いいですか?」みたいなめっちゃもうんかねこんなに気使ってもらっちゃって「すいません大丈夫ですよありがとうございます」 もうね、だからこちらの放送とかもお楽しみ,、ね、楽しみということで頑張ってほ、ね、しいねとねだからいろいろエモリがまあ今回出ないかっていう話もらって一応まあ話したんだけど、うん、まあ最初は H2O の本番が近いまで、うん、H2O の本番のね、公演もちょっと稽古日数が結構ギリギリだったんで、うん、そっちに集中したいから厳しいですかねって最初言ってたんですけども、エモリがどうしても。 あの出てみないかっていう感じもせっかくの機会だし江守、まあ、が演出もつけるよってこの漫才のやつも稽古もやるよって言うんで「じゃあやります」って言ったけどすごいなと思って、うん、断るもん <laughs> 私な<ら>あ,あなたなら漫才新屋さんと組んでやらんかって言われたら本当にごめんなさいって言うもん。<laughs> 俺だったら役としてはできるけど例えば「ね勝利の女神」っていうコンビ名もあったとしても「勝利の女神」の秋山瞳ですってなるじゃないですかってなったらもうどこ見ていいか分かんないよねもうもうごめんなさいもうもうすで出るのやってことうんなんか歌はまだなんとかなると思う俺まだ漫才の方がなんかえ歌の方がいいな今ダンス習ってるんですけど っって言って言も昼間に行ってて私ともう一人しかいないんですけどのその同じレッスン入ってる人が、はいうん、で先生に教わりながら振り付けとかもやって表情作ってって言われるんですけどどこ見ていいか分かんない <laughs> この時の表情って何なのささかかなかあだからまあ歌に合わせてですけどその感情というか表現するっていう意味で表情もだから笑顔だったり、うん、険しい顔してたりてです、ね、そう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 ,そうなんですけどもだからどこ見ていいか分かんない <laughs> みんなどこ見て踊ってるんだろうって思う。 でも本当頑張うだからねもうめっちゃもう可愛いいのよあの二人が、ま、いやモーナーめっちゃ美人じゃないですかモー,ーモーナー美人だし、はい、なんかだからびっくりしましたねこの間、うん、化粧してもさしなくても夏もの目鼻立ちがはっきりしてるから,そうだから稽古中の時に見た時となんかでメイクしてたのかな、うん、その投資かんかの時かななんか どなんかすごい美人だなと思って<ー>この子なんかテレビとかで対売れるんじゃないかなと思って<ー>まあでもさあいつ自分が可愛いこと分かってるわけよあそうなんですかそうそうそう,えそ,うなのそう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 か「お前あれだろ」っつって「自分が一番可愛いと思ってるだれいつぞで」っつったら「フんフン」って笑うわけよ <laughs> でなんかお菓子の差し入れをもらって、はい で食べていいよつっ,ったら「あっほですかありがとうございますー」って言って毎日、まあ、3人みゆうとモーナーとカノンってのがいるんだけど、はい、カノンがちょっとまあ結構いじられる、まあ、私とかにもいじめいじられてるこの <laughs> いじめいじられてるんだけど、ね、ちっちゃい子がいるんだけど、はい、だかモーナーがカノンに「ほらカノンが好きなマッチがあるよー」っつってマッチを全部押し付けてるんですよ「<laughs> モーナーお前マッチ嫌いなんだろ?」うっつったら「あバレました?」<laughs> そっかそういう子かでもなんかでも分かるよそんな感じなのかなっていうでもめっちゃめっちゃいい子んかこう本当にそう言ってかのいじめたりとか陥れたりはしてないからめっちゃいい子なんですけど気使うしそうとてもなんか挨拶ちゃんとするし別にこっちが気づいてなくてもわざわざ「おはようございます」って言ってくるしだから今の演出の子たちなんか偉いなと思って出すなよか出すか 犯罪だよ。十十何でも一個した？何個した？ニナルド高校生。だって高校僕今二十八ですよ。よ十一個したか。十一個した期<っ>でもう十個したとかなんだ。だ僕でもう十個したぐらいですから。俺なんかもう二十一違うよ。もう埋めるね。そう埋めう俺の子供かもしれない。<laughs> そうだから見ててあのー、なんていうんですかもうあこんなにななんだろう可愛いなーって。だから花期 <laughs> 可愛いなーって見れるぐらいの子たちが今。 まあ女性とかしてじゃなくてもうなんか親目線というかお兄ちゃん目線というかっていう感じで見る子たちが来たんだと思ってんがなんかだから頑張ってたからすごいなと思ってもうさあだから、まあ、H2O のね制作で入ってるからいろいろやるじゃないですか、はい、あれができないこれができないとかあれやったこれやったとかって言っててもう本番もさ別にもうなんかセリフとか全然聞こえもうなんつうの頑張ってるなっていうところをすごいなんか遠くから見てる感じ。なんかもう なんだろう芝居のうん出来云々とかじゃなくってマーがどうとかなんかセリフの声量がどうとかじゃなくてもうただ笑ってそこでなんか頑張ってる姿にもう泣きそうだから稽古場で一緒に, <laughs> 一緒に 知恵さんたちと並んでみるよりはあのドアの外からちらって覗いてやってんなっていってスッて行きたい感じのうう <laughs> うそうなんだなんかもう、うん、あ笑ってミーユが笑ってるモーナーが笑ってるカノンが笑ってるってだけでもう泣きそう,う楽しそうに演じてるなぁと思って演出入ったらそんなのないけどねないね、うん、演出入ったらね <laughs> この間の、うん、ジュン選手とベンビーさんのライブで 2人,が2人で潤選手の方言替え歌で歌うのを2人で歌うっていう最後のフナーレがあってそこであの最後の2曲ぐらい「ちびまる子ちゃんの歌」と「妖怪ウォッチ」の歌を方言バージョンにしてるところであの知り合いの保育園の子たちがわーってきて一緒に踊って歌うんですよ舞台の上ではい、はい、一緒に「ちびまる子ちゃんの歌」とか。 ヒアプーヒア,プーヒアパッパパッタリゲーっていうン選手のやつがあるんですけどそれちょっとした振りみたいなお尻振ってみたいなのとか一緒に踊ってるんですけどそれをリハの時に一回確認しようってってやったリハをやってからなんでか知らんけど袖で見てたサーキーが号泣して保育園の先生とか保護者さんじゃなくてサーキーが号泣して頑張ってるみんながみたいな感じでなんかあいつまだ25ぐらいか25ぐらいでなんかもう母性をくすぐられたっていいやででも25ぐら一回なりますよ あ本当になんになかこれ女性特有な女性特有だと思いますよだか,だから同い年ぐらいの子がやっぱそれねあつぎ会った時とかに子供抱っこしてたりとかするじゃないですかすで年齢的にだから25ぐらいからやっぱりこうあの街をは車で走ってたりとかした時に同い年ぐらいの子が人が女性が。 赤ちゃんをこうベビーカーでやってたりとかこう手つないで本当によちよち歩きのこを手つないで歩いてるのを見たらああいう人生もあるんだなって思う <laughs> <ー> <laughs> あれはあれで幸せなんだよなってこう自分を重ねるんだけど <laughs> それ漫画で、あのー、<laughs> なんていうのかな会社員というかすごい忙しい頭ボサボサで書類バサーってやってる人が思う感情そうだからでもそうだよ <laughs> だから25とか社会人でもうそれこそ。 あのバリバリに働いて、もう朝から晩まで働いて、仕事場に向かう途中にふって横見たら、<laughs> うん、もうなんか日だまりの中を、うん、笑顔の子供と夫とお母さんが手ついて、ていてて子供うりぐんってあげたりる,ると、あ、なんか日土日に休みでこんな風に過ごす人生もあるんだよなってふと思う。で、あの<ー>その時携帯片手にそうその風景見てて。 クライアントから、もしもしあよ、あきらさん <laughs> <laughs> って。はい。はい。はい。そう、その人たちとすれ違うっていう <laughs>。漫画とかでよくある。ね、<laughs> そう、だから、だって。救急超人とかでも。<laughs> もう稽古とかでも、もうあれですもん。もう大きい声出してるだけで泣きそう <laughs>、えー。ええ。だってもうさ。 あの特にみーみーんだって子供たちが言ってるあの歌を歌ってるシーンとか見てるもやっぱ子供小学生とか一番下が小学校今回は3年生かなとかもいてももううなんか変な言い方さあのちょっとねやる気がない時もあるわけやっぱ気分に群がるから大人みたいにねずっとこうやってコントロールできないじゃないですかだからもうなんか今日は嫌だとかなんかちょっとそこら辺で喧嘩し始めたりとか。なんかあの なんか昨日もエンディングダンスするって言って、うん、エンディングダンス全員でこう手つなぐシーンがあるあの男の子が「はいじゃあ,あの隣の人手つないで」って言ったら男の子が真ん中で女の子に挟まれてるんだけどもう絶対手つながないわけ <laughs> こうやって「やだやだ」っつって「もうつないで」っつって。 恥ずかしがるなってみんなでこう大人で言いながら「やだやだ」っつって「こいつらとは手つながない」って「今のうちだよ女の子とこんな堂々と手つなげるの」とかって言いながら「やだ」って言ってで,でもなんか「もうお願いお願いもうなんか振りつこれは振り付けだから手つながないと困るわけ」って言ってでもうしたらもうなんか小指とかのなんとかさと女の子も女の子でこの腕の二の腕とかつなげるわけで「よしじゃあ行くよ」って言ったらもう一人男の子がいてなんか「 秋山さんこっちもみたいな <laughs> <laughs> もうなんかもう文字文字, <laughs> 文,字文字してて「<laughs> はい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 」は,いはいつって「もうとりあえず手伝いよ <laughs> お前らっつっ」つ保育士さんってすごいなぁと思って、ね、も,もうねあれがだからもう,うーんなんつうの親というか、まあ、だってこれが本番でもう照明とか浴びたりとかさ、うん、いやこれもしねももし親として見たらめっちゃ泣くだろうなやっぱ自分の子供がさいやもう,もう人の,人のもう人のでももうダメだ。 もうダンスとかしててそこに関わってのその子たちを見てきて舞台本番でみんなが恥ずかしがることなくちゃんと手つねでしょうがないてありがとうございました!」とか言ってたらもう「やばい今年やばい」とか言いながらないと思うでもあるやっぱ袖にいるとね最後の日のやっぱ千秋楽は結構変わるのよ。市民劇の方っってやぱ最後もう 三ヶ月の集大成とかさこれが最後だそう自分らの中で何かしらのパワーが生まれるからその時のあれはね結構感動なんかちょっと泣きそうちょっと暗いところに行きますよね光当たらないところに行きますアリアさんの演奏で泣きそうなるもんねあれは別の感情でしょ美しいっていう感じ怪我された深夜さんが浄化されていくんでしょ <laughs> はいというわけで、えー、ちょっとね、うんえー、いっぱいお話し,しましたけど一旦また CM 行きまして、えー、メールと読んでいきたいと思いますのでメールお待ちしておりますメールアドレスが origin.fmnaha.jp すべて小文字で origin.fmnaha.jp となっております、えー、懸命に木曜オリジンチャンプルアテと書いてメールお待ちしておりますそれでは一旦 CM ですこの番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします ただ今オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎ツイキャスポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね何かを待つかのように もリップサービスですえ森さん今日も顔が大きいですねいや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前良い品たくさん並べたのかあ今日も滑り知らず当たり前やお前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで今日も報復 Z 当間違いなしえ絶当ってお客さん倒しちゃうんですかそうそうそう笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋とバカ良い品をいつも安くビッグワン はい、今、えー、月10日木曜日17時27分になろうとしております、<ん>木曜日のジャンプでやっております、はい、ドバはいさあ、うん、皆さん、夏バテとか経験したことありますありますよ、あるかな、俺、俺あんまり記憶にないっす、ね、俺もないんだけど、うん、でもこれは自覚症状とかじゃないよね、単純に食欲がないなってったら、一般的に夏バテみたいな食欲だったり、寝れないとか、朝起きても疲れてるとかかな。うん これは結構年中じゃない、うん、疲れてるとか <laughs> それはうちらの生活がおかしいだけ <laughs> <laughs> と年,年齢を重ねてる,こと,にあるねとか年齢をわからだからか、ね、だから油っぽいもんが食べれなくて冷たいもんばっか食べてて抵抗力が落ちたりとかあ意味が胃腸が弱っちゃうよね夏ねそうだからそう最近さ暑いから俺もよく冷やし中華ばっか食べてんのよ、うん、だからやっぱ胃腸が冷えるとああ 消化が機能が落ちるからそれでまあどんどん脂っこいものが食べれなくなったりとか消化ができなくてっていうのになってくるじゃなない俺私昔から大人になって逆にクーラーが効くようなところでまあ仕事してきたりするじゃないですか学生の頃とかはまだうちら学校にクーラーがつけられてない年代だから、えー、え俺らもだよね。なな、うん、ないいくて当たたり前だった、えー 今の子とかはね学校にクーラーがあるのが当たり前みたいな。えな学校ってどのどの時期ですか。えもうあずっとなかった。大学までなかったら小中高なかった俺もん。小、えー、中高なかった。小学校はなかったですけど、あの天井に四つ扇風機がついてる。うんうん。るるいやもうそれもない。扇風機もない。中学高校も全部一緒だよ。<え>私もない。えなあったの？ありましたよ。中学から。 中学からあったかな中学校中学校多分ありましたまあでもおろくはね金持ちの区域だからねそうだからなかったからやっぱ小中とかあと部活やってたらバレー部だったんですけど、うん、でね前もちょっと,っと話したけど小学生の頃とかは水飲んじゃダメ世代 あーあ<ー>勝手に水飲むな世代、ね、あのそう運動そう部活中に水飲むな世代だったから僕らもギリギリそれだったんじゃないですかねうそうだからやっぱあの時期は夏バテしてましたね今はそんなでもないけどあの時のさ夏の過ごし方ってさこの何おーっとね部活が終わってさお家帰るまでの間にさ、うん、この百円でさ山中を買ったりとかさわ、はい、かるこの冷たい飲み物を飲めるってだけで頑張れてた時がなかったねお菓子を買ったりとかね あと、図書館に行くのが、唯一の楽しみとかさ。唯一クーラー効いてる。唯一クーラー効いてる。二十分の休憩時間があったでしょう。二工事三工事の間。あれ二十分だよね。全国的に。そうですね。だいあの時の、このクーラーがまた気持ちいいんだよな。図書室に。行ってこといちいち図書室に行くの。十分しか入れなくても。体育館に行ってたよ。遊んでました。ええ。運動場行って。運動場行ってました。 あのな休み時間の出るたんびに休み時間になるたんびに出る子いるよさ長縄跳びとかしてたあれはすごいよな今思ったらすごくね元気だったすごいのあんな順分しかないのにさぐらいのその時間20分休み永遠に感じたもんうん2時間目終わったよし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 しくぞってって階段ぶわー降りてって靴に履き替えてそこだけでも1分2分もう過ぎてるのに構わず走ってってそしたらもう34組ぐらいいて。 ややばいやばいいっつってで結局10分もたったらもうピンポンってなるもんね、うん、はいピンポンではないですけど <laughs> 金婚観光ってなるけど一応だからベル鳴る3分前ぐらいにやばいっつって急いで砂バーって落として <laughs> 走ってまた今何か思い出しかけたんだけど忘れたな走って戻ってのて忘れたなで、ね、いやあのあるじゃないですかこの学校のチャイムの音の違いではないうん、うん、ではない

ンンンコンキンコンカンコっンっていうのがあったんですえ全然分からん微妙に話があるんですよだから夏バテではなくて、うん、緊張で食べれないっていうのはある緊張で食べれない緊張っていうか疲れて脂っぽいものだったりとか何,何が食べたいかわからないとか、うん、何食べてもだからなんか今回の「溶けない雪」の前とかは久々に食べれなかった何食ったの沖縄そば みんなで食べ行こうってなって、うん、沖縄そば行っ,た行って早期そば頼んだんだけどもう早期がもう食べちょっとこう匂い嗅いでだけでいつもだったら平気だけどちょっとうってなった,たんですよ脂っこくってで揚げてで麺とかも食べたんだけど半分もいかないぐらいでもうちょっとやばい胃がやばいってなって緊張してたんだ緊張してましたねだからもう胃が多分縮こまってるのと荒れてたのか,かなんかで もう食べれなくてでしかもちょっと食べると本番中に気持ち悪くなるんですよ本番中に吐きそうになるから緊張して食わないっていうのは俺はあんまないな俺もないっすね高校時代はそうでした高校の演劇部の時は本番前絶対物が食べれなかったへえ<ー>そう久々にそれをやったなと思って全然食うななさんめっっちゃ食食べべますよねね本番前昔は、ね、食べなかったのよあやっぱりあのー、俺のジンクスがあって10秒チャージを飲むっていうのがジンクスだったから <laughs> <あれ S 2> <laughs> カツカレーじゃなくて。あカツカレーは一応食べるよ。それあるの日、前の,日の前の夜。本番は十秒チャージを飲むっつうのが。ちょっとでもそういう憧れもありますよね。なんか自分こうやって頑張ってるみたいな。<ー>おいおいこ、自分<ー>自分に酔ってる。な,るなんかこの。うんうん、えー、まお前るい言い方。ちょっとあれだけど。<laughs> そうそう。棘がすごい。棘が張るけど。僕いつもあの黒ズノムですよ。あえー、一緒。俺は朝小屋に行く時あの黒ズ飲む 朝というかもう当日だから前必ずやるのはあのまあ月一でお笑いライブやる時も朝入りして昼の休憩の時にコンビニ行って黒酢買って昼で一回もう飲むそれ、うん、これさなん,でなんで急に黒酢いや僕たたまたまいや本当にでも6年前ぐらいかそれぐらいにピロンピロンがこの黒酢いいよっつって教えてくれたんですよなんかななんかシャキッとするって言われてうんうん、うん。 そこから「あそうなんだじゃあ飲んでみますわ」っつって飲み出してからなんか毎月飲むようになってこれしかもライブの時だけでしょライブの時俺も同じように誰かに「おいしいよ」って言われて下だったじゃない疲れが疲れが取れるみたいなの書かれてる気一応 <laughs> あれまあ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 そうそう黒の,黒が、ね、あの疲労回復とかの、うん、で俺本番の日は絶対朝飲むようにしろけへえなんかなプリン食べるプリン、うん、プリン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 とレッドブルーを飲むんだけど 私不正脈持ってるんですよ <laughs> <laughs> だからレッドブルがたまに違う方向にいっちゃうとただの不整脈がなんか出てくるのでドクドクし始め,始めるから元気な時はプリンとレッドブル飲んでる <laughs> レッド。まあ、でも本当にその日眠すぎてやばい時はあの何このドリ栄養ドリンクみたいなのと黒酢一緒に飲んだりとかしますけど基本は黒酢ですね。 もうそれがローテーションになってしまってだから本番なんか舞台の時も黒酢だけ分かっていって昼に飲みましたシア、うん、さん今夏バテなんですかいや夏バテっていうわけじゃないけどまあ眠れないよね結構クーラーつけてますつけてるつけてるけど俺何かしらなくて年取るにつれて暑がりになっててへえー、寒普通なんか寒がりになりそうなイメージですか、ね、もう効かないのクーラーが俺の中であれじゃないですかっってて扇風機もやってるのに ななんんかいってるだよ自律神経の問題じゃないですかそれから今いろいろ活動しすぎても体が体が体が良くなってとか頭がもうずっと起きてるから眠れないいろいろ考えすぎて寝たら体温ぐんって下がるっていうじゃないですか下がるんすか下がるんすか下がるんじゃんでも眠い時って暑いよね冷めきれないんじゃないですか回転させすぎて。 寝てる間も冷めきってないみたいなあのビッグワンにあのひんやりシートみたいなの売ってるじゃないですかシーツのシーツ両管なんとかみたいな触ったら冷たいみたいなえっあんなの聞くかねあれ格安さん行って触ったら本当に冷たい冷たいっつってさらさらサラサラ、サラサラさらするし昔ちょっと話しら出てくるクーラーがない時に扇風機しかなかったのははいい昔おうちねで暑いじゃんはい 今よりは暑くないんだけど今、なんかもうクーラーなん絶対死ぬぐらいの暑さしその時に自分の中で冷たくするためにこう、裸で寝るさ、暑いから扇風機あたりそれでも扇風機も暑いからちょっと触れたり触れなかったりするとくすぐったくなるわけさが触れる自分の指で触れたり触れなかったり触ってるとわかる、くすぐったいいっすう 名前があるんだよ。何、何、ごめんなさい、全然わかんない、何。自分で自分って、熱いから。自分のね、体を、ちょっとね、優しくね。気持ち悪い、何。気持ち悪い、ゾゾって、ゾゾって、ゾゾってなって、ちょっと、その気を感じた時が眠る。っていうのがあったわけ、俺の。ではい、はい、今思い出したんだけど、なんか。確かに、よ、これって聞いたらよ。変態だよ。うん、気持ち悪い。 全然全然想像がつかない <laughs> だけど俺その時はこの貧乏なりのね、はい、あの知恵だとはい、はい、伊藤家の食卓だとこれは氷枕とかしたらよかったのにい,いお前さ、うん、そんなやっても結局さ水浸しになるべしゾワゾワしたところで一瞬じゃないですかいや気持ちいいんだってやってい,いえやだ気持ち悪い <laughs> なんかその気持ちいいが違う気持ちいいに聞こえて気持ち悪い <laughs> じゃあなんつうのあのー、寒気を感じるわけ自分でこの ふうっつってだから眠りやすくなるの <laughs> 熱いのも熱いのも吹き飛ぶのよ一瞬、えー、一瞬でしょうか水,水枕だったら一瞬でも本当にもし今クーラーなくて熱い思いしてるって人はやってみてほしい、えー、でもだから裸で寝るよりでもちゃんとパジャマ着た方が寝やすいって言いますよね<ん>だこの寝汗をちゃんと吸い取って蒸発させないと なんてうんうですか寝汗自分の寝汗でどんどん湿気が、ま、高くなるじゃないですか<ー>周りがシーツだったりとか、うん、で余計にそう寝づらくなってナッチしてる部分が,が湿気で結構熱持ってみたいな<で>、はあ、だからサラサラのやつとかそういうの飛ばしてくれるパジャマとか着た方があの寝やすい、僕はこういうメッシュの生地のやつで寝てますあの那覇マラソンとかああいうマラソンの時にもらえるスポーツ用みたいな、えー、スポーツ用のやつで寝てます、えーえー、俺もそれ昭和新の持ってるけど、はい、メッシュ熱くない いやあれじゃないとない汗かいたらでも違うんじゃないですか？いや俺これ暑くてね稽古ももうつけなくなっちゃったの。へえ<ー>。ま今暑くてえ僕これじゃないと稽古の時今、まあ、いやっすね。汗かいてあの T シャツがびちゃくっつくのが嫌なんですよ。気持ち悪くて。ああ俺あれはもうもうななかったことにしてる自分じゃ <laughs> <laughs> やっぱでもいいやつはちゃんと汗吸った後乾いてくれるのでさらっとなるんですよ。 なんか僕、稽古の時はこれで稽古終わって出勤する時用で T シャツもう一枚必ず持ってきているので、はあ、汗かくだろうなって時とかはいうちゃとかくけど、ね、でも汗かくの好きなんですよねスポーツしてまあまあまあでも私も汗かいてる方が好きですね夏が好きだからね夏が好きだしスポーツやっ,てやって育ったので<ー>汗かかなかったらやっぱなんか気持ち悪いない気がする、うん、あとなんか僕はなんか逆に体調悪くなる気がします。 へもうおっさんだったらそんな感覚わからん <laughs> 昔は好きだったかもしれないおまたちみたいにだからもう逆に逆にというか,だから僕クーラーとか車でずっとつけるじゃないですかはいはい車乗ってたね<場>、うん、めっちゃ嫌だったんですよ<う>窓開けときたくてちょっと汗かくぐらいのもう運転しながらもで外から入ってくる風気持ちいいってなる方が好きで<ー>ずっとクーラーがあるところにいる のが本当に体調悪くなりそうでへえー、俺はもうクーラーのからもう,もうまあでもまあ外気も多分高くなってるってのもありますけどねだって最近暑いもん今年めちゃくちゃ暑いもんな暑いもうクーラーすごいですよねいか、うん,にゃんうもんにゃん,にゃんこのためにもうクーラーつけっぱなしです今おう<家>ち<家>ええー。 もう風もないじゃないですか、うん、な,なんて言うんてうだろう気温が高いっていうか風がないから窓開けてても全然風が入ってこないから、うん、あのこれはちょっとやばいなと思ってんクーラーつけっぱなしにしてるけどだそれこそ多分ちょっとルーが猫が夏バテしてるかちょっと痩せてますご飯は食べてるけど持ったら軽くなってるからいや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 気をつけてくださいね昼間汗かいて、うん、夜熱中症かかるってえっ、ー だ昼間に日光、ね、浴びて昼間は大丈夫だったけど寝てる間とかに熱中症になって亡くなる人とかもいるっ怖っと水分補給とかやっぱだ塩分取るのをその時はちゃんとやらないとってことですね昼で全部出し切ってそれちゃんと取らずに。とかお水だけ飲んでるとやっぱ塩分とかああのなんつうイオン水じゃなくがなくなってると。うん あの、水だけだとどんどん違うすまるから、だからそれこそね、明日の。オリジンチャンプルのあのプーキー、この前話してたかな、うん、プーキーなんかもう本当に。この間、ね、まあ、バイト。バイト中に,に,イトに、熱中症になって倒れて、に、二、三日ぐらい、もう体調悪かったって言ってましたよ。えー、やばかったらしいですよ、いなんから外、あいつ今なんかイベント系の、なんかそういう設置したりとかっていうバイトやってるらしくて。だ、それで外だったのかな、それでなんか熱中症になったな。へ、えー、とか、なんかいろいろありますよね、なんかポカリスエットと、あの。 塩系キャンディーみたいなのあるじゃないですかラムネみたいなのあんなのはでも逆に一緒に飲まない方がいいってそうなんですか塩分と砂糖っていうかアルカリイオン水みたいなの一緒に取ると今度はんか取りすぎて逆に水分が出てちゃうってとかっていうのまあまあまあねいろいろあると思うけどタンクトみたいなやつで取るんだったらお水がいいそうお水がいいとかもしくはもうアクエけスだったり蛍光のだけとかにした方がいいとかまあいろいろあるみたいですよまあそういう情報もやっぱ入れつつ体調気をつけてはい この後もやっていきましょう。はい、<laughs> 頑張ろう。はい、一旦 CM 行きますので、はい、はいえー、またメール読んでいきたいと思います。<ん>はい、では CM です。

はい、えー、8月10日木曜日17時42分になりました木曜日人チャンプルやっておりますはいすーメール紹介していきます、うん、はい、えー、木曜日人チャンプル劇団大勢の頭と瞳と舞台の申し子ともきそしてラジオの前のオーディエンス中眼10年おら芝居太郎か博士、はい、博士はバイエルンに帰国してますが <laughs> バイエル言ってるんだいいバイエルンはいいよ涼しい、はい、超涼しい、うん、27度明日から25度に下がるとか。えーおー に苦しかった日々から解放され体が弛緩してますわこの状態を博士の業界用語で中村歯患と言います <laughs> どこの業界やねん真、ま、っぴらごめんよということではい芝居太郎博士さんありがとうございましたえりがとい,どい,ついるのあ地元に帰られてるんじゃないですか前帰られてましたけどねなんか地元に帰ってますって先週言ってましたけどうんその後お店来てたのであもう帰られてきてるんですか ど出かけられたんですかね本当にバイエルに行ってるんですかねねーだからね本当にバイエルにヨーロッパだからソーセージしか出てこないけど25、6、6つたら絶対そうじゃないかそうですよね秘書地にうん。いいなはい。ありがとうございますなんかあったかな海行きたいねすごいもう CM 中の話海行きたいねあのさ世間的な時事的なあれなんですけどはい。 本当に不倫多いねそうですね多いっすね本当に多いねもう全然止まらないねだもうなんかちょっとしたそういう噂があっても不倫疑惑ですよねうでもう今なんかそのニュースがそそっち系に持っていこしてる感じが まあいるし、ねまあ多分今まで消されてたものが出てきたりとか、まあ、一般の方が写真撮れたりもするからじゃないですかそういう情報が回りやすいっていうか、うん、S 金にななるんだろう今だからそういうのが流行ってるからドラマ映画とかでもあったりとかして流行ってるから、ね、そういう情報の写真とかがあったらやっぱ流したら見られるからっていうので、うん、あ,あるんだろうな買い取るんでしょうね。 だってなんか本当に多いなと思う。ね、なんか、なんでこんなに多いんだろうなっていうくらい多いも今はもう。宮迫さんもなんか報道されてましたね。ね昨日ニュースで見たんだけど。最近。はい、うん、二股不倫みたいな。結構前も一回ありましたよね。二回ぐらい過去にあった。しくて三回目だってなって、ただ疑惑でっていう、もうだから本人に直撃してきちゃう。話聞いたら、もう本人ははって言ってて、ね、どっかえー、っつってなって。 なんか前、この営業かなんかでホテルに泊まった30分後にモデルのこの子がそのホテル行きましたみたいな、まあ、作ろうと思えばだってそんなのでもさたまたま同じホテルに泊まってたかもしれんしなんかそこはだから確証を得てないやつでそのもう不倫疑惑ってすぐ出しちゃっ <laughs> ちょっと思い出したんですけど私、前の会社にいた時に県外でよ内地にいる時に、うん、<laughs> あの。 同期の子がもう結婚してたんですよ入社した時には、うん、子供もいて、うん、で、まあ、何,何回か奥さんにも会ったことがあって、うんでまあ、同期結構仲良くって、うん、まあ何回かみんなでご飯食べに行ったり何だりかんだりしてた時に同期の子に「あれさー」っつって「俺の奥さんが秋山と俺が浮気してると思ってるってわ,わけ」っつって「<い>はって「なん別に二人で会ったこと一回もないですよ」一、うん、回もないけけど浮気しててるると思ってるわけって言われて。うん しかも秋山さんならいいよって言うわけっ、うん、<laughs> えどういうことって <laughs> 私何回かあるんですよそれが23<ー>回あるお前は不倫顔かもからなあでもただか最初大勢の不倫女優って言われてましたもん <laughs> そうなう、ね、<laughs> そう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 てうそ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 しそう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  うん、だから1回、平安さんと、あのー、仕事でこうなんかこの2人で旅行をしているシーンを撮るみたいなのがあって設定はでも30代ぐらいなんですよ30代前半とか20代後半のデートみたいな感じなんだけども明らかにも年齢も上だしであ私だからもうなんか完全にただのお忍びの不倫旅行だった <laughs> 爽やかさがどこにもないみたいな話して。 そそうううっていいのを今思い出したなそうだからよく最近は言われないけど不倫女優って入った当初とかすごいのかとかなんか、うんうん、言われる誰々と付き合ってるんでしょうとかへ<ー>旦那さんにんか奥さんに秋山と浮気してるって言われるっっないなヒープーもおるでって言われたけどなない自分がまだ見込んだからその不倫って言われの感覚は浮気もないですね。うん あるみたいなハって言われたけどでもだからそれこそ今今「兄貴様からヒープモールデー」って来たけどマネージャーだからくっついていくじゃないですか営業先に営業先にで行くとやっぱ今ン選手もだしモーリーさんとかもだけど言われますよ「なんて彼女?」とか「奥さん?」とか「奥様奥様?」って言って知らない人が もうだからリスナーさんというかモーリーさんを知ってる人とか準選手を知ってる人とかがあの噂の奥さんみたいなすごいだから必死にでも1回モーリーさんについてた時に奥さんって言われて違います違います違いますって言ったらそんなに否定さんけって言われてモーリーさんにでもここではいとも言えないじゃないですかあそうですいつもお世話になってますとか言ったら後からね本当の奥さんと歩いてるときに本当の奥さんみたいななるさ でもなんか代表になんかそういう時はあ、なんかお世話になってますって言っとけって言われてわけわかんなくなるから嫌だ本当にどこに誰で見られてるかもわからんからねうんだからね、だら劇団の買い物とかに例えば一緒に行ったとして、うん、で、誰かが見てはみたいなあの二人不倫かってなったらわ、うん、かんないじゃないですか、うん、まあわからないで,、ね、でしかも舞台上とかで例えば恋人役とかしてたらそこしか見てない人って もしかしてあの二人ってプライベートも付き合ってるんじゃないかってあそんなのはね、うん、何回か言われたことあるでしょやっぱ舞台で本物に見えるんだろうな、うんまあ、ありがたいこと<ー>嬉しいことですけどねそう そそうななんだれはいお笑いはねお笑いでなんか舞台上でイチャイチャしててもお笑いじゃないですか変な言い方サーキーとモキがイチャイチャしてても舞台から降りてあの二人付き合ってんじゃないかとは思わないじゃないですかお笑いの舞台上で見るイチャイチャは多分ブスとブスがイチャイチャしてるっていうのしかないと美男美女でイチャイチャするお笑いなんてないと思うんでああなるほどね中途半端なブスとあの変なキャラがイチャイチャしてるっていうのはお笑いとしてイチャイチャでできますけど うん、だからね、お勢とかのまの客演とかに出てたときに男女がイチャイチャしてたらあれっていうあでも、確かにあった前参加したときにこの二人、あれ付き合ってんのかなっていうのがあってあの聞きましたもん。お前ら付き合ってんのっつって「<laughs> いやいやいや」っって「何言ってるんですか?」って仲いいだけせよ」っつって「えっって「本当に付き合ってないの?」っつって「いや、なんか別に縁になってるかいいんじゃない?」つって。 二人をくっつけようとしたりとかしてましたけどへぇしやさんもうないでしょ何<を>えだ誰かと例えば誰かとイチャイチャしててもあの二人しんやさんとあの人付き合ってんじゃないのかなとかって思われなそうじゃないこの間の羽ばたきとかであもう全然ないですね <laughs> もうねもうおじさんになったんだろうね枯れたねないですよ <laughs> せそれもそれで,んな,な,です、ね、なんさならさ俺セクハラしないでって止められるもんメンバーに <laughs> セクハラでもない 本気で逃げますからね舞台上で追っかける下りやってももうギャーギャー言いながらね本当に俺胸揉むからなっつって走ってるからね本気で逃げてたの面白かったな羽ばたきの時のいやだからねまあ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 まだやっちゃだめですよだから最近んかちょっとまたちょっと戻るけど上原貴子さんがいるでしょ 衣装が見つかったのであれでんか出てちょっとショックを受けて俺もえ上原貴子さんの方も旦那さんが亡くなったじゃないですかで亡くなって最近衣装を公開したらそれが某女優さんとの不倫のうんぬんかんぬっていうの詳細はちょっと見てないのであれなんですけど出ててきたっいう上原貴子さんが舞台で共演した人と付き合ってるみたいなのを旦那さんが。 知ってたみたいなへ<ー>それでが原因で亡くなったんじゃないかみたいに今なってるわけえそうなんすか、そだからなんかもうこんな3年後にさこうなるのもかわいそうだし、うん、これはもう藪の中じゃん真相はね,うねだから今いかにもさ流行ってるけどさ あまりにも道の行き過ぎたさこういう報道するとさ人一人本当ちょっと変わっちまうよなまあだからよく言うけど例えば不倫して謝るじゃないですか、うん、誰に対して謝ってるんだって思う時あるありますよねいや空いてるでしょんいやなんかじゃファンの方とかにもまあそれはね、うん、イメージとかし,しての謝りもあるけど、うん、あ、あよくの謝罪会見謝罪会そう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 するじゃないですか小林恵理さんがそれで叩かれてましたよねあ、そうなの なんかネットとかでもすごいなんかニュースでワイドナショーかなって誰かがなんか言って迷惑かけてすいませんとは言ってるけど不倫して悪気はない感じの言い方だって、ね、一線越えてはいませんとか,なんか,んなんか不倫じゃないな関係者の皆さんにご迷惑おかけしまして本当に申し訳ございませんみたいなのだけしか言わんっ,つって。 怒ってたのそうじゃなくて不倫をしたんそうっていう報道もあってそういう写真も出てるんだったらその家族とかにまず謝るべきだろうっていうその謝罪はないのかみたいなのとか何かに叩かれてたから謝り方が違うかまあでもさテレビの前ででも家族に対して「すみませんでした」って言われてもみたいな感じはあるじゃないですか、うん、要は結局第三者が第三者が、ね、第三者が言うんでしょ、うん、お前お前ちゃんとあっちにも謝れと。 そうだ。だから、言われてたのもあったけど、だから、謝るって、だから、その、誰に謝ってんのかなって、やっぱ、見てて思ったりとかするのは。やっぱ、あるんだろうな、って思う。まあ、ちなみに、まあ、これは告知ですよ。これは告知ですよ。はい、明日の金曜オリジンアワーは、そういうことになりそうですけどね。え?。<laughs> 告知ですよ。え?。はい。明日の金曜オリジンアワー。<laughs> 後で、シアさんには説明します。うん、どういうこと?。めっちゃ気になる。<laughs> まああの大白熊さんのツイッター見てる人はお分かりになるかとちょっと後で見ますはいというわけでもう本日もお時間ももうまあもないということで今週末にタケコさんの20周年のやつ那覇があって那覇も那覇は来週来週ですねそうですね19日僕もまた音響で関わってるので毎週関わってるね毎週関わってますね今その四つ目ぐらいかながありますねぜひ皆さん時間確認してあの会場前には 会場行くようにあ <laughs>、うん、開演前か開演前はちゃんと会場にるくように、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします詳細はも、い、う高子さんの とかで確認してくださいいは今月はお笑いライブが早いですからね、8月の20日の日曜日。になりますいつも言ってる第4土曜日にバイアスロンの本送がありますので今月だけ20日の日曜日になりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたしますそしてオリジンアワー、先週から木曜日が潤選手のオリジンアワーになったんですけど、先週いなかったんですけど、今週からアシスタントというか。 そしてあのー、ストックのそばしょうが、えー、やります。二人で、えー、お送りしていきますので、目標オリジンアワーの方も皆さんぜひよろしくお願いいたします。いますはい、えー、ツイキャスの方で大阪のおばちゃんさんから最後重たい話でしたねー。と <laughs> いやそうですね。<laughs> 残り三分でする話じゃないやん、ね。<laughs> <laughs> そういえばさ、っていう話で、ね、しましたけど。まあまあ、いいでしょう。まあまあ、たまにはね。たまには、そういう、そういうオリジンチャンプルーもいいでしょうということ。はい、というわけで、皆さん、今日もメールと、え、ツイキャス、たくさんありがとうございました。え、また、来週もよろしくお願いします。あと、あの、俺さんから、オリジンアワード、オリジンチャンプルー、あの、すごいさんの前も、いただいてますので。はい。え、こちらもいただきたいと思います。ありがとうございます。というわけで、本日のオリジ、え、オリジンさんと。 <laughs> オリジンジちゃんになるの、えー、木曜オリジンチャンプル以上でございます。えー、お相手はバイアスロン。今日今回は応援する側にもあります。キはい、あれがちんやと。はい、激怒せから秋山翔美でした。<laughs> ありがとうございました。<laughs> みんなが見たバイバーイ。